このネッツシポルト、いや、ネッツトヨタ千葉、ネッツタウン振興で、この CHR、TRD 仕様が置いてあります。意外に見た目かっこいい。トランクはどうなってるのかな。結構物入りそう、こいつは。で、一応タイヤミシュランだよな、これ。顔はあるかもしれないけど、さて運転席どうなのかな。へえ、なかなかいい感じ。おお、荷物運びには結構いいかもね、この車も。僕個人的にまあアベンタドール1台持って、それにこの CHR か、まあそれもいいかも。こちらです。サイドないんで、ギア抜けば普通に、はい、自動で解除されますんで、こんな感じ、はい、でこのまま走っていただいて。あ、そういう車なの。そうですね、今電動式のサイドブレーキになってますね。あ、便利になったな。すごくエンジン音がすごい静かで。あ、そうですね、恐ろしいな。これは左で、左で、はい、で、先の信号ですね、ここですよ、2個目、あ、奥の方です。あ、OK、はい、あれを左でお願いします。そうですね。シートの乗り心地はそんなに悪くない。いいですよね、これ。これ左ですね。次の信号左になりますんで、はい、わかりました。これってドラレコみたいな感じのあれなんですか。そうですね、まあ、それそういう風にも使えますし、まあ、別のマウントベースを買って、はい、それに縛り付ければ、そういう風にボンボンのカメラにも使えますね。GoPro ってそういう面で非常に便利ですね。でいろいろ使えますもんね、
SUV にハイブリッド車が出てきたって言うんです。結構いいなってそうですね、すごい人気ありますからね。プリウスとかだけだったらちょっと面白みがないかなと思いましたけど、うん、そうですね。今やっぱりプリウスを1号車としてこう展開していってるみたいなんで、はい、これ2号車になるんで、結構部品も7割ぐらい流用してるっていう話なんで、はい、しばらくマスクですね。あ、はい。次レースの予定とかあるんですか？次のレースはまだちょっとわかんないです。あ、まだ決まってないですか？そうですね。開幕戦がなんか4月だとかとは。あ、4月なんですか？それまでに間に合うかどうかはわかんないです。そうですね、割とこうスペース的にはまあプリウスの方が若干広いかなっていう気はしますけどね。ああ、はい、でもなんか個人的にこっちの方がいいな。あ、そうですね、本当にデザインはかなりいいですから。あとなんか操作性も良さげな感じは。あ、そうですね。で、2個あって手前側の信号ですね。あれを左で、はい。やっぱボディの剛性と足回りすごくいいんで、そんな感じはありますか？はい。ガソリン車が 1.2 のターボなんですよ。ああ、うん、そうらしいですね。ちょっと察して読んだことあるんですか？はい。で、四駆なので、はいはい、あちらも結構走破性いいですね。で、これが確かハイブリッドの FF でしたっけ？ FF ですね、はい。あ、プリウスだとハイブリッドの四駆あるんですけど、はいはい、CHR だともうガソリンが四駆で、今ハイブリッドが2駆っていう完全に分かれちゃってますね。はい、あ、これ左で戻る感じですね。え、このような形で FF ってなんかちょっとそうですね、難しくないのがあるかなとは一瞬思うけど、あ、でも多分今ほとんどの車 FF ですからね。はい、あ。でまあね、四駆にすればいいとは思うんですけど、はい、まあおそらくSUV って言ってもそんなにオフロード走破性求めてないので、あ、でどっちかというとターボの方にそっちを置いてますよね。で燃費重視でおそらくハイブリッドの方は肉に設定してると思うんですけど、はい、あ、でもやっぱりハイブリッドの方が力加速とかいいですよ、はい、やっぱ1800のモーターなんで。あ、燃費を求めるとこのハイブリッドに落ち着くのかもしれないそうですね、やっぱり環境ですよね。エコカーとかそういう時代にはなってますよね。そうですね、うん、モータースポーツもそっちに薄い。あ、そうですね、ある感じはありますね。はい、電気とかね、今かなりスピード出ますからね、あれで。すごいですよね。はい、どれだけ開発に情熱をかけてるかと思います。計り知れないのかな、お金とねI'm
や、そのままで、ま、その下でいいです。雨降ってるんで、はい、あ、いいですか。うん、そのまま入れちゃって、ここの青いところでいいです。